ないチャンネルでございます。今日はですね、美容師さんに来ていただいてパーマネント当てます。美容室に、去年のそうだね、3月ぐらいから行かないようになって、最初はですね、自分で髪をジャキジャキと切ってたんだけど、今は美容師さんが来てくれるので安心してパーマをかけたり、毛染めをしたりカットをしてもらってるんですよ。この日は9月の27日に、パーマネント当ててます。もう本当にね、パーマネントしてもあっという間に日にちも経ってしまうんですよね。パーマネントかけ終わって全部終了してからね、どんな風になったか写真を写すのをケローって忘れてしまって、ぶっつり切れてるんですけども今現在の、写真を一応パーマネントの頭の写真を、載せました。なんかパーマかけると疲れがどーっと出て最後のこんな風になりましたっていうのをいつも写してるんだけど、写したのかどうかも忘れたけど老人ボケかな。なので最後はプツンと切れちゃって、あれですけど、最後まで見てくれたら嬉しいです。続きます。どんどん続いてます。ロッド巻きもそろそろ終わりです。ピンがなくてこれ竹串なんですよ竹串を、ピン代わりに使ってます竹串、竹串も OK。 そしてタオルを準備してます。タオルをかけてパーマ液が落ちてこないようにするんですよね、これはね。そしてこれから一液をかけます。パーマ液落ちないように慎重に慎重でもないのかな、かけていただきました。頭にかけるキャップもなかったのでサランラップですサランラップを、かけてます。あ、もう2液に入りましたこれは2液をかけてますねタオルも取り替えてしまって2液、あ、テストしてます。最後まで見てくれてありがとうございます。では、さようなら。